なんか少し前に重ねてとに、そう、重ねてとは昭和の香りがする喫茶店、パヨ喫茶の常連のお客さんなんだけど、彼女に、ね、スーパーエクセレントウルトラニートな若冲さんの曲を歌ってみない？って勧めてみたんだけども、彼女歌にはとっても後ろ向きな子だったみたいで、曲をとっても嬉しかったって言われたんだけど、曲を返却されちゃった。だから熊子はおせっかいにもかさねさんには歌って心を発散っていうのがとってもいいと思ったのに、難しいものね、おせっかいって。でもね、いいの。とりあえずそのかさねさんに受け取ってもらえなかった曲、私が代わりに弾くわ、弾き語るわ。このお店の素敵なのに、こんなに素敵なこと弾き機なのに、パヨ店長は一切触れないのよね。だから熊子人前で弾く習慣なかったんだけれど、弾くわ。他にね、弾く子が現れる。仕方ないので、熊子をもう一人の馴染みのお客さん、初音さんっていう毛羽猫目の髪の色もエメラルドグリーンで、目もエメラルドグリーンのお子さんなんだけど、もうなんか私も美しくて若い人苦手で、だから初音さんのこと、初音さんはどうも私と初めて会った時に私の琴弾きを非常に気に入って涙を流しておられたようだったので、だけど熊子かすねさんにはなんかついイラッとしてるみたいな、もう若さへの憎しみあふれる態度が隠しきれなくって、だから彼女の前では素直に弾けない。でも彼女はね、かさねさんの話だと音痴じゃないそうなので、でも私は見る限りあいつは琴弾き苦手そうなので、だからね、やつの前では
もう弾き語りをこれ見よがしに、あ、弾き語りじゃないの、こと弾き語りっていうのをこれ見よがしに見せてやりたいなみたいに時々思うんだけれども、でも基本くまこう人前では弾かない子だから、でもまあね、せっかくなのでここではね、内緒で、初音